マゲジ、魔の基地化が始まって、1年急ピッチで工事が進む中、急速に中国とフィリピンの南シナ海での対立が激化し、ついにアメリカとフィリピンの合同軍事演習が実施したとの情報をキャッチました。今回は、護衛艦加賀の空母化で、対潜水艦索敵の低下なのか、アメリカとフィリピンの軍事演習を詳しく見ていきます。一見バラバラのように見えますが、第一列島線沿いに並ぶ馬毛島がど真ん中にあるんです。最後まで見てくださいね。2024年4月末の段階で、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は依然として継続中であり、かつ、東部方面を中心に、じわじわとロシア側が支配地域を広げる動きが確認され、ウクライナ側は劣勢を強いられている。こうしたロシア・ウクライナ戦争をめぐる報道は、このところの日本では、激減している感が強く、3年目に突入したこの戦争で、アメリカからの武器援助が、議会の承認を待つ形で一時的に滞っていたことの影響は、大きく、戦況に影響を及ぼしているように見える。ここから、アジア方面に目を移してみると、南シナ海の大半を、自国の領域だと一方的に宣言する中国の動きに対し、直接、同海のスプラトリー諸島などで対峙しているフィリピン側も、その防衛に、アメリカとの連携を強化していることが確認できる。かつて、アメリカの植民地であり、一時的には、すべてのアメリカ軍の駐留を廃止し、経済的にも躍進が著しい中国側に組みする政治的な動きを見せていたフィリピンではあったが、中国とのスプラトリー諸島などでの対立が先鋭化したことで、今は、再び、アメリカに軍事基地を提供する方向に転換している。そんなフィリピンとアメリカは、2024年4月22日から5月20日までの予定で、バリカタン2024と銘打った合同軍事演習を開始した。フィリピン側では、建前上は、このバリカタン2024の実施の目的について、特定の国を想定しているものではないと述べている。しかし、前述したように、今のフィリピンと中国との間で前述したようなスプラトリー諸島などをめぐる直接対峙が生起している事態を考慮すれば、中国の動きを牽制する目的の合同軍事演習であることは明白だろう。今回のバリカタン2024合同軍事演習は、フィリピンとアメリカが中心で行われてはいるものの、少数ながら、オーストラリアとフランスが正式参加を行っており、日本を含む ASEAN 加盟国等の合計14カ国もオブザーバーとして加わっている。中でも、アメリカは、この今回のバリカタン2024合同軍事演習に、同国陸軍、海軍、海兵隊の3軍を合わせ、合計で、およそ1万1000名の将兵を動員しており、全体の参加人数であるおよそ1万7000名の約 65% を占める主戦力を構成している。今回のバリカタン2024合同軍事演習では、スプラトリー諸島の中でも、特に、フィリピンと中国との間で対立が激化しているセカンドトーマス礁及びスカボロー礁の防衛を基としたもの出ることは想像に難くない。これらセカンドトーマス礁及びスカボロー礁を完全に中国側の支配下に置かれる事態を防止すると同時に、アメリカ側からしてみれば台湾海峡の有事も見据えたもので、この付近の島嶼部の防衛を基としたものと言えるだろう。そのため今回のバリカタン2024合同軍事演習の実施場所は、フィリピン南西部のパラワン島から西側に向けて南シナ海方面を、フィリピン北部のルソン島から海上交通の要衝であるバシー海峡及びルソン海峡に設定されている。これらフィリピンのパラワン島及びルソン島を拠点として、中国に向けた対艦攻撃や占領された島嶼部に対する部隊の上陸を伴う奪還作戦の実施、参加各国と共同での洋上の連携作戦等をシミュレートするものとなっている。現状としてフィリピン単体では中国との戦力差は言うまでもないほどに差があるため、これらの実行に向けてはアメリカの軍事的な支援が必須であり、アメリカの戦力とその運用にフィリピンが協力をするという形ではあると思われる。前述した通り、
一時はアメリカ軍基地を自国内からなくしていたフィリピンではあるが、2013年以降には再びアメリカ軍が使用可能な基地の提供を了承し、2023年2月以後はさらにここに4拠点を加えることに同意している。こうした動きの末、現時点ではアメリカがフィリピン国内で使用を許可された基地は最大で合計9拠点となっており、ルソン島に合計5カ所、マクタン島、ミンダナオ島、パラワン島、バラバキ島に各1カ所が配置され、南シナ海、バシー及びルソン海峡を防衛する体制が敷かれている。近年の中国とアメリカとの軍事的な対峙は、第1列島線と、さらにその東側の第2列島線と呼称される防衛線によって行われるとの見解をアメリカは示しており、それらの西側に中国軍を止める戦略を基軸としている。第1列島線は日本本土の九州から南下し、沖縄を経て台湾、フィリピン、ボルネオ島へと続くラインであり、日本も当然このラインの起点にあたる地理上にあり、自衛隊と在日アメリカ軍もこの防衛を主任務に据えている。第2列島線はその西側に位置し、日本の伊豆諸島から小笠原諸島を経て、アメリカのグアム及びサイパンからパプアニューギニアに向かって引かれたラインであり、第1列島線を失った後の第2段階の防衛線と言えるだろう。アメリカでは2009年に同国防長官官房が同国議会に対し、中華人民共和国の軍事力2009と題した年次報告書を提出したが、そこでは中国が第1列島線及び第2列島線に対し、いわゆる A2、AD 接近阻止領域拒否戦略を取るものと記述されていた。A2、AD 接近阻止領域拒否戦略とは、A2 接近阻止がアジア及び西太平洋におけるアメリカの軍事介入の阻止を起とし、AD 領域拒否が第2列島線の内側の海域においてアメリカの軍事作戦の展開を阻止するものとされている。現在では、この中国が起としているであろう A2、AD 接近阻止領域拒否戦略は、かなり広範に用いられる概念となってはいるが、アメリカ自体は、その定義の不明瞭さも加味して多用することを避けることも示唆されている。ただ、こうしたアメリカ側の思惑とは別に、A2、AD 接近阻止領域拒否戦略という用語は、流布されて広範に使用されており、今日でも、かなり一般的に、日本においても、中国の軍事戦略を語る上で多用されていることは否めない。いずれにせよ、A2、AD 接近阻止領域拒否戦略では、まず、戦闘攻撃機や攻撃型潜水艦、ミサイル艇による対艦ミサイル攻撃、機雷敷設、そして水上戦闘艦を用いた攻撃で重心防御を行うものと解釈されている。そして、続いて、偵察衛星や高性能レーダー等による索敵によって、敵の位置を把握した後、電子戦、戦闘爆撃機や戦略爆撃機による空対艦及び空対地ミサイル攻撃、潜水艦により対艦ミサイル攻撃、中国本土からの対艦弾道ミサイル攻撃を行うとめされている。この最後の中国本土からの対艦弾道ミサイル攻撃には、最大射程 1500km を誇るディフェンダー -21D 追艦弾道ミサイルの配備が、すでに2011年に開始されたと中国側は発表しており、アメリカ海軍の空母機動部隊の接近を阻止する、いわゆる空母キラーとも呼ばれている。アメリカ側では、かつての旧ソ連、そして、その後継国家のロシアとの間で締結された INF 禁止条約にのっとり、射程距離が500から 5500km の地対地ミサイルの開発及び配備ができていなかったため、これを破棄した2019年以降、その対応を進めている。結果、アメリカ軍は射程距離が 2700km 超とされる LRHW 長距離極超音速兵器を同国陸軍に2023年秋以降から配備を始めており、中国軍とのミサイルギャップを埋めるものとして期待されている。この LRHW 長距離極超音速兵器をフィリピンの基地に配備した場合、中国の大半をその攻撃圏内に収めることとなるため、いわゆる中国の A2、
AD 接近阻止領域拒否戦略をくじく意味で、その存在は大きな意味を持つだろう。翻って、日本では出雲型ヘリコプター搭載護衛艦2隻の航空母艦化改修が行われている最中であり、両艦ともに2027年度中にはこれが完了。その艦載機となる F35 ライトニング 2B 型も今年2024年から配備が予定されている。